はい、皆さんこんにちは。今日は iPad でチラシとかフライヤーを作れるアプリを紹介します。Pages っていう Apple 純正のデフォルトアプリなんですけど、これが最近使ってみていいなと思ってるので、今日はねこれを紹介していきたいと思います。で、この Pages がどういうものかっていうと、まあ簡単に言うとですね、さっきのポスターとか、あと企画書とか、あと履歴書とかね、そういう文章を簡単に作成できるアプリになります。で、マイクロソフトでいうワードみたいな感じですね。でもワードよりももうちょっとデザイン性の高いものだと私は認識してるんですけど、まあそういったデザイン性のあるレイアウトとかを作りたい時も結構使えるアプリなので、よかったらねダウンロードしてみてください。はい、じゃあ早速ページで立ち上げていきます。で、一番初めやることなんですけど、右上にプラスボタンがあるので、こっから新しい文章を作っていきます。で、立ち上げるとこんな感じでたくさんテンプレートが用意されているので、こっから好きなのを選んでいくんですけど、上にタブもあって、レターとかブックとか履歴書とかチラシポスターとか選ぶことができます。で、おすすめはですね、この中から自分が作りたいレイアウトと一番似てるレイアウトを探して、それを編集していくっていうのが一番早いので、今回はこのレイアウトをベースに、新しくねデザインを作っていきたいと思います。で、画面の中にある画像とか文字っていうのはこうやってタッチして、位置を調節したりすることができるし、この画像に関してはダブルタッチしてあげると、この画像のトリミングをすることができるんですね。なので、こんな感じでワイドにしたりすることもできるし、右下に画像ボタンっていうのがあるので、それを押してあげると自分の写真フォルダに入っている写真と差し替えることもできます。で、ダブルタッチしてあげて、こうやってね位置を変えてあげたりしてね、調節していきます。で、画像調節ができたら次文字の位置を変えていきます。で、この画像の上に文字が乗っかるような感じでレイアウトしていきたいんですけど、今のままだとこの画像の裏側に文字がね隠れちゃってるような感じになってるので、その時はですね、このメニューバーに、配置タブというものがあります。で、ここでレイヤーの順番をですね変えてあげることができるので、ここで文字が前になるようにこのスライダーをいじってください。で、このテキストのところを押してあげると、サイズとか色とかね、いろいろ変えることができるので、まあ文字の色とか変えたいときはここからやっていきます。で、フォントも変えることができて、このフォントっていうタブがあるので、ここから自分の好きなフォントに変えることができるので、私は何個かこう自分の iPad に、好きなフォントを入れてるので、それを選択していきます。で、このフォントの入れ方ですね。前ちょっと動画1本出したんですけど、新しく iPadOS になって、このフォント周りね、変わってきてるので、またその辺もチュートリアル動画出していければと思ってます。で、あとはね、こういう行間とかもボタンでポチポチ変えれるので、この文字周りの仕様とかは結構いいかなと思ってます。で、次、下のところの文字をいじっていきたいんですけど、ここをダブルタップしてあげると文字編集できるようになるので、ここで自分の好きな文字を入力していってあげます。で、今この文字が4列になってるの分かると思うんですけど、この列を編集したいときは、さっきのテキストの編集のところの下に列っていうのがあるので、ここから、列をマイナスボタンしてね、減らしていってあげるんですよ。そうするとこのボックスの中に何個列を入れるかっていうのを設定することができます。で、次、新しいテキストを追加するときなんですけど、この既存のテキストをコピペするのが一番早いので、テキストをコピーして画面のどこでもいいので長押ししてペーストしてあげると同じものが出てきます。で、この状態で文字を編集してあげるのが多分ね一番早いと思います。で、今打ってるテキストなんですけど、全部大文字になっちゃってるので、これを変えたいときはこのテキストタブの点点点のところを押してあげると、ここ今すべてを大文字にチェック入っちゃってるので、ここなしに変えてあげると、小文字にすることができます。
で、次なんですけど、図形とかオブジェクトを入れる方法ですね。上のプラスボタンから図形タブっていうのがあるので、そこからこういう正方形だったり、楕円形を入れることができます。で、後から色とかも全然変更できるので、まあ目立たせたいトピックだったりとか、あと価格とか、あとなんだろう、日付とかをね、こういう枠で囲ってあげて、そこに文字を入れてあげると結構いいかなと思います。で、こっから最後までちょっと早回しで流していくので、制作フローをね、見てもらえると嬉しいです。はい、で、こんな感じでレイアウトのところ完成になります。で、最後ね、ちょっと手書き文字を加えたいなと思ったので、それをやっていくんですけど、文字加えるときは、上のプラスボタンのところに、描画っていうボタンがあります。で、これを押すと、ペンシルが下に出てくるので、ここで色を設定してあげて、まあ、軽く書いてあげると、ちょっとね、おしゃれな感じになるかなと思います。まあ、こういうのができるのがね、iPad のいいところだと思うので、このレイアウトと手書き文字っていうのの合わせ技をね、やってもらえるといいんじゃないかなと思います。で、書いた文字なんですけど、後からサイズ変形だったりとかもできるので、やってみてください。はい、ということで完成になります。今回ね、ちょっとデモだったので、文字のところとか、まあ、色とかね、適当になっちゃってますけど、まあ、サクッとね、iPad でもこれぐらいのことはできるよっていう感じです。で、このページーズですね、もっと頑張ったら凝ったフライヤーのデザインだったりとか、あとメニューのデザインとかも作れるようになるんですね。で、その辺の細かい tips とかはですね、ちょっと iPad Mate の方にどんどんプチチュートリアルをね、毎日投下しているので、iPad Mate の人はぜひそこを見て、このページーズの使い方、もっと学んでほしいなと思ってます。はい、ということで今日は以上にしたいと思います。もしこの動画が良かったらぜひ高評価ボタンお願いします。はい、ということで今日はご清聴どうもありがとうございました。バイバーイ。